フア・アンカルロス・クルーズは、ドミニカ共和国モンセニオールのオエル州、ボナオ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。クルーズは、花子・ボナオ高校に進学後、シカゴ・カブスと契約。ルーキーリーグのメサ・カブスで、プロとしてのキャリアをはじめ、41.1回を投げ2勝4敗、防御率6.10、36三振。1999年には 1A の事員。 エメラルズに昇格5勝6敗で防御率は5.94だった。2000年にはランシングラグナッツとデートナカブスで過ごし合計で25試合140.1回を投げ8勝5敗防御率3.2また3試合で完投を果たした。クルーズは2001年8月21日のミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーリーグデビュー。この年試合で先発勝敗。 防御率3.22。10月2日にはメジャー初安打も記録した。またシーズン中盤にはオールスターフューチャーズチームの一員としても選出された。2002年は45試合を投げ3勝11敗。防御率3.98となり、キャリア初のセーブも記録した。2003年の開幕戦ではカブスのリリーフ投手としては2人目となる6者連続、三振を記録。 しかし、ブルペン投手として、開幕を迎えたものの不審で6月3日には、マイナーのアイオワカブスへ降格。結局この年は6先発を含め25試合に、登板し2勝7敗、防御率6.05だった。2004年5月25日に、リチャード・ルイスとアンディ・プレットとトレードされ、スティーブ・スマイスと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。50試合に登板し6勝2敗、 防御率2.75とキャリア最高の結果を残した。ブレーブスのリリーフ投手では2番目となる脱三振率8.75を記録。また得点圏での被打率はわずか159であった。2004年12月14日にはジム・ハドソンとトレードされダンマイヤーとチャールズ・トーマスと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。しかし初のアメリカンリーグとなった2005年シーズンは 零勝三敗、防御率七点四四と不振に終わった。二千六年は、オープン戦で二勝零敗で十点一回を無失点に、抑える好調ぶりを見せていたが、ブラッド・ハルジーとの交換トレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。トレード後もオープン戦で四インニングを無失点に抑えた。クルーズは、開幕時は先発ローテーション入りを果たし、肩を痛めて故障者リスト入りするまでは十四試合に、 先発して3勝3敗、防御率4.05。復帰後は、リリーフ投手として投げた。2007年は、リリーフ投手として活躍し、4月下旬から5月初めまで、故障で離脱したものの53試合に投げ6勝1敗、防御率3.10という内容で、ダイヤモンドバックスの地区優勝に大きく貢献した。カンザス式ロイヤルズ時代2009年2月28日。 カンザスシティロイヤルズと総額550万ドルの2年契約を結んだ。2010年4月23日に放出された。2011年2月3日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだ。2012年2月1日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。またスプリングトレーニングにも招待選手として参加した。シーズン2 0 0だってメジャー昇格を果たす。 8月20日にディーフとなる。8月23日にトリプル A 級に降格することに拒否し、フリーエージェントとなった。2013年1月16日にフィラデルフィア・フィリーズと契約を結んだ。しかし2月13日にスプリングトレーニングが始まった。初日に契約を解消した。ありがとうございます。